クラトソップ軍はアメリカ合衆国オレゴン州にある軍。名称は太平洋沿岸に暮らしていた先住民族、クラトソップ族に由来する。2000年現在、人口は35,630人。軍庁所在地はアストリア。ルイス・クラーク探検体は1805年から1806年にかけての陶器に後に軍となる。 クラトソップトリデの地域に滞在した。オレゴン最古の町であるアストリアは1811年にジョン・ジェイコブ・アスターにちなんだ毛川公益都市として成立した。クラトソップ軍は1844年6月22日にトゥアリティ地域の北西部から分かれて成立した。その5日後にバンクーバー軍が発足するまでクラトソップ軍は現在のワシントン軍までを包括していた。 その後、1845年から1853年にかけて暫定巡州議会はクラトソップ軍の軍社会にさらなる調整を加えた。1850年以前、クラトソップ軍のほとんどの行政は歴ントンと呼ばれた現在のオレントン付近の地域で行われた。しかし、アストリアが成長すると次第に商業や社会の中心がアストリアに移っていった。 1854年、投票でアストリアが新しい軍庁所在地に選定された。コロンビア側南岸と太平洋に挟まれた半島に位置するスティーブンズトリでは、第二次世界大戦中に本土空襲を受けた唯一の米軍基地で、1942年6月21日、大日本帝国海軍の囲号第25潜水艦が17発の砲弾を発射した。 被害は緊張であったが、敵艦隊の存在がアメリカ合衆国の太平洋沿岸を中心に混乱をもたらした。クラトソップ軍の主要産業は製造業、観光業、貿易業である。漁業と伐木業も重要な産業として根強く残っているが、衰退の一途をたどっている。軍の30%の土地は、州立森林の一部としてオレゴン州が保有している。 アストリア港は1914年に貿易と商業の支援を目的として設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍の総面積2 8 0 9トルのうち2 1 4 3トルが陸地23.74%にあたる6 6 7平方メートルが水地である。最高点はサドル山の1 0 0 1ルである。 アストリア市園庭、ありがとうございます。